こんにちは、みすずです。今日は昆布のうまみと切り干し大根のポリポリ食感が美味しい切り干し大根と切り昆布の醤油漬けをご紹介します。漬け込むだけでできますよ。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。ビニール袋に材料を入れたら一晩冷蔵庫に漬け込むだけ。黒酢を加えてほんのり甘酸っぱく、暑い日にもさらっと食べられますよ。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。黒酢を使用しますが、代わりに米酢、ワインビネガー、リンゴ酢などお好きなお酢を使ってください。レモン汁でもいいですよ。また甘酸っぱい味がお好きな方はお砂糖もお好みで加えてください。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。切り干し大根と昆布はざっと洗って戻し、その他の材料は刻みます。次に調味料を加えます。保存袋にすべてを入れて、あとは最後に漬け込むだけ。一晩漬け込んで出来上がりです。では作り方を説明します。まずは切り干し大根を戻しましょう。適当に汲んだお水の中に切り干し大根を放って、ザザッともみ洗いします。お水の中に漬け込まなくてもいいので、ざっともみ洗いしたらざるにあげておいてください。このまましばらく置くと残ったお水を吸って自然に戻ります。人参も刻みましょう。皮をむいて洗った人参2センチほど、 20g 使用します。薄く切ってそれを端から千切りにします。大葉も刻みましょう。大葉の緑と人参のオレンジ色が綺麗ですが、加えるお野菜はお好きなものでいいですよ。みょうがとかスプラウトなど入れてもいいですし、お野菜なしにして昆布と切り干し大根だけでもいいです。昆布も洗いましょう。先ほどと同じく適当に汲んだお水の中に昆布を加えて、ざっともみ洗いしてすぐにざるにあげます。では漬け込みます。丈夫な保存袋に切り干し大根をぎゅっと絞って入れます。この中に大葉と人参、それから洗った切り昆布も加えましょう。昆布もしっかり水気を切って加えてくださいね。この中に調味料を加えます。黒酢を大さじ2杯とお醤油を大さじ1杯、お砂糖を加えたい方はここで大さじ2分の1杯加えてください。中の空気を抜いてよく揉み込みます。今回はビニール袋で漬け込んでますが、器、保存容器などで漬け込んでもらってもいいですよ。ザザッと揉み込んだら、あとはこのまま冷蔵庫に入れます。当日でもいいのですが、一晩置いてあげた方が全体が馴染んで、また昆布が柔らかくなって食べやすくなりますよ。翌日もしくは翌々日にお召し上がりください。器に盛りましょう。ささっと準備したら、あとは一晩冷蔵庫にほったらかしで出来上がります。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は漬け込むだけで出来上がる昆布のうまみと切り干し大根のポリポリ食感が美味しい切り干し大根と切り昆布の醤油漬けをご紹介しました。黒酢を使っているので、ほんのり爽やかに甘酸っぱく、暑い日にも食べやすいメニューです。また過去動画では切り干し大根のハリハリ漬けというのもご紹介しているので、概要欄にリンク貼っておきますね。そちらは鷹の爪を加えてちょっとピリ辛にしています。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ではみすずでした。
つもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、またツイッター、インスタグラム、TikTokなどもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。